はい、どうも、イズログでーす。今日、オープニング、これ、グレード1、プレイ、ファースト。まあ、英検準1級の過去問です。はい。どうも、イズログイズです。久しぶりの投稿ですね。あ、そうでもないか。今日が6月29の、まあ、午前中ですね。まあ、昨日が、ちょうど、多摩大のキャンパスで、英検準1級受けてきました。いや、まあね、正直昨日、おとといもなんか東京都内どっかでクラスターっていう報道があったから、正直ね、本当にやるのかっていう不安はあったけれども、まあ強行しましたね。まあ一応、感想としては、まあ密すぎる密でしたね。特に受付までが実は多摩大のキャンパスもすごい広いし、複雑なんだよね。だから、実は列がね、ものすごいところまで伸びてて、まあクラスターとかですね、まあコロナのね、感染、防止にご協力くださいとは言ってたけど、正直、っていうところはありました。まあ無事に受けれたから、まあいいんだけどね。まあ今回に限ってはちょっと1ヶ月、緊急事態宣言の影響で遅れたから、ちょっとチャンスかなとは思いました。だって1ヶ月、勉強期間伸びたからね。はい、なので、どれくらい、まあ自己採点はまだやってないけれども、怖くてやってないんだよね。まあ今回は、怖くてやってない。まあ今回は、まあ、もうね、3度目の正直だし、落ちたらまあどうすかっていう話なんで、まあとりあえず手応えとしてはあったはずなんだよね。ものすごい時間余ったし、まあわかんないのをスパスパスパって飛ばしていけたし、であとは今回の英検受けた感じでサンプル本と過去問、どっちがいいのかっていう境目がもうちょっとバッチリ見えたかなって感じなんで、ちょっと喋っていきたいと思います。はい。で、まあ僕の現段階のスペックからですね、英語の能力のスペックですね。はい。まあこれはスピーキングとライティング、まあ去年受けて、まあ、スピーキング120、ライティングは110。まあ普通だよねっていうところですね。で、はい。で、まあ一応 TOEIC 一番最新のもので、まあ今615だね。はい。で、615で、まああそこまでは良かったね。まあ一応わらわらわちゃ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 なっているんだが、はい。ここまでは良かった。まあだいたい615だから、まあ妥当だよね。英検これはちなみに2級だね。まあ妥当かなって感じ。615の英検2級。でもこれはね、一発で受かれてよかったね。で、特にね、2級の二次試験が一番まずかった。正直ね、まずかったね。むしろ風邪ひいたまんま受け行ってたから、あの時はね。はい。まあこれは前々回、初めて受けた時かな。初めて受けた時はこれ、リーディング、リスニング、574、582、545。まあ、1701点でした。で、まあ、合格基準は1792なんで、まあ、あともうちょっとなんだよね。でもさ、もうちょっとの割には罰多いよね。単語も多分ね、12、3しかできてないはずなんよね。で特にリスニングが、もう意外と罰が多く、はい。で、あとライティングかな？で、なんかね、ライティングが一番良くて、ちょっとこれがびっくり。本当にびっくりなんよ。まあ、20大オートイっていうのかな？まあ、25問の14。まあ、だいたい正答率が低い感じだね。長文内容の一致が10問中7問正解してたってことなのかな？でね、ライティングは意外にいい。俺的にはね。ライティングだっけだから。リスニングの文の内容一致が12問中7問できてるってやってたのがちょっと意外。まあ落ちちゃったよね。でも、なんかね、あんまりできなくても1700点台英検って出るんじゃねえっていうちょっと疑問がありました。はい。で、次が英検の2回目ですね。今年の冬。スキー場バイトをしてた時に受けたやつかな。1月26のやつですね。
まあ、568、587、583、まあ、あんまり変わらず、まあ、1738ですね。やっぱり、この時、1回目よりも、問1、4択だよね、パート1の。あれの成績がすこぶる悪かった。これがね、一番ショック。で、リスニングが、なかなか良かった。正直な話。これがね、もうちょい単語できてれば受かったはずなんだよね。1回目と比べると、このライティングが何でかわからないけど、評価をされております。ちなみに、2回目に関しては、俺ライティングやってないからね。単語だけしかや、単語と長文読解しかやってなくて、何でかわかんないけど、前回の棒グラフとここら辺、まあ、あんま大して変わってはいないよね。多分平均に関して、周りが平均以上にできてなかったんじゃねえのっていう感じです。だってテンプレでしかやってないもん。In my opinion 導入から始まり、ファーストから始まり、で、セカンド。で、these reason うにゃらんやらで締めくくって終わり。多分5時だと2回目の方が俺多かったと思うよ。はい。で、まあ一応、応答が25問中8問しかできなかった。これがね、痛い。2回目はね、超痛い。だってあんだけ気合い入れてやったんだけれども、全然できてなかったんだよね。で、まあこの後話すけれども、気合い入れて何やったかっつったらサンプル本だけしかやってなかった。これが痛いね。まあ一応、口論後、まあ一応こっちサンプル本と、まあこれ過去問だね、印刷した。これのちょっと違いに差しやった、主観ですね。をちょっと話していきます。で、俺の個人的な主観、まず2回目の受験の時にはこっち。この2冊を正直ね、暗記した。マジで。この2冊暗記したんだけど、今でも、今でも全問正解はできないけど、まあ大体8割5分はもうできるくらいまでもう暗記はしちゃいました。で、特に英検の英作文に関してはこっちの準一級集中ゼミの方の、答えだよね。In my opinion, I have two reasons, うんやらうんやら。で、文の本体へ入って、first, なんやらうんやら、second, なんやらうんやら。above two reason, まあ、自分の結論だよね、conclusion, うんやらうんやらって書いて、I think I should, まあ、それを肯定、否定するっていう締めくくりでしかやってなくて、多分、文章の構成と問題に慣れる分にはこれはいいと思うんだけれども、過去の問題を、やった感覚で言うとね、この二つはやっても仕方がないと思います。全然ね、記憶してるから言えるけど、出なかった。で、一つ言える、まあ、出たと言え、で、全く出なかったわけじゃないけど、こっちの英検集中ゼミに関しては、問題で解くよう、解いてある選択肢よりかは、そのページの隅っこに載ってるちっちゃいやつが、ポロポロって出た感じ。で、こっちの英検一つ一つ分かりやすくも、問題に出てるやつは全然出なかったけれども、あとこれも覚えておいた方がいいよ、みたいな感じで、バーって羅列をしてるページが、まあ、要所要所であるんだけど、そっからは、ポツポツって出た。でも、選択肢だよね。応答1、パート1とかの選択肢の中には出てなくて、まあ、わかりやすく言えば、長文読解の長文かな？の中で、その長文が、ちょっと脇役的に出てきた単語で、まあ、書かれてたみたいな感じです。で、僕個人的には、やっぱりこの過去問をやった方が、正直一番コストパフォーマンスもいいし、絶対にいいです。なんでかっていうと、僕も今ちょっと答え合わせではないけれども、あれだよ。前回、前々回の長文読解と、あれをちょっと今、精査は、まあそこまでやる気ないんだけど、はしないんだけれども、やっぱりこの1回目、2回目、3回目だよね。まあ一応過去に、まあちゃんとあれこうやって、ワープロで打って長文読解も自分なりに訳を、
入れて、あと全部書き写して写経もして、まあ、文章の構造とかもちょっと頑張ってはみたんだけども、やっぱり単語は使い回しっていう感じです。こっちで選択肢で選ばれなかった選択肢がまたこっちに出てき、まあ、2回目に出てきて、それはパート1の中での選択肢には出なくて、まあ、長文読解の中でちょっとポツポツって重要なところ、キーファクターの文章のところに出てきたりとかして、まあ、大体これで2回目で出てきたやつが、まあ、3回目の長文読解だったり、まあ、もう1回パート1に出てきたりとか、結構品はそんな変わんないけど、手が結構変わってくるっていう印象ですね。特にこれは2018年3月、まあ多分英検のホームページにはなくなっちゃったんだけど、まあ過去、公開していたものですね。でもやっぱり過去問をデータとして持っておいた方が俺はいいと思います。はい。まあ逆にここまでやっといて受からないっていうのは、まあ僕の自力があるからしゃあないです。はい。で、まあ、あと僕が取り組んだこととしては、まあ、頭のいい人は、やらないことですね。まあ、写経だよね。で、コピー用紙が500円くらいでドカって売ってるじゃないですか。まあ、これぐらい、裏を持って、まあ、大体コピー用紙一冊写経とかブワーってやってさ、それでできなかったらもう英語の才能とか、そういう属性が絶対ないから、まあ諦めて、みたいな感じで、僕はやってました。これまだ使えるな。まあ大体これもそうだしね。もうちゃんとね、やってなかったわけではない。ただまあ言い訳だけどね。まあここまでやったんだったら、じゃあおめえ受かれやって話でしょ。まあ僕、なんだろう、PD、こういうかさむのはみんな嫌いで、PDF とかそういうかさばらないもの、あとは聞く単語を眺めてさ、速読とかで覚えれるくらい、頭のいい人じゃないわけですよ。僕もね。僕は残念ながら。とりあえず文、こうやって、ちゃんとまあ、手でとりあえずは書いていかないとダメなアナログタイプの人間なので、まあ、これは自分のね、自慢ではないわけです。自慢じゃなくて、ここまでやったんだったら、今回まあ3度目の正直だから、まあ受かりてえなっていうだけの話ですね。はい。で、まあ、英語検定の傾向として僕的な結論は、まあ、これでお前偉そうなことを言って落ちたら何様だっていう感じなんだけど、まあ、いいじゃん。とりあえず語りたいから語らしといて。まあ、今後も多分受けてはいきたいけれども、結論として、データでね、ダウンロードして、取っといた方がいいです。過去問を、過去、英検協会で、公開されてるこういうようなやつ。で、絶対に単語とかってこれは使い回しになるんで、そっちの方がいいと思います。で、ちなみに今回もね、単語撃沈でしたね。出ない出ない。わからないわからない。わかんないわかんない。本当に。だってもう、これ過去文はもう全部正直な話、満点25問中、ね、パート1だけだったら20点切らないっすよ。本当に。くらいやり込んだし、あとはその長文読解だって読み込んで書き込んでやったし、まあ逆にね、まあ燃え尽きたっていうのもあります。1ヶ月前、2週間くらい前から結構やる気が出なくなっちゃって、要は、回答だけを覚えちゃったから、どうしてもこれでいいのかって思っちゃって、逆にその問題の過程を考えるか、その先に回答だけを覚えてやっちゃったっていう、くらいまで僕はやり込んだけれども、まあ撃沈しました、今回も。まあなので、まあグレードプリワン。まあ英検に関しては、まあサンプル本買うよりかは、まあ放送の問題もそうだし、まあ英検の過去問をちゃんと保存して、それをやっていく方が無難だよっていうだけの、まあ今回僕の結論ですね。まあみんな言ってるけれども、僕もそれを支持しますっていう動画でした。